はい、皆さんこんにちは、旅蔵と申します。このチャンネルでは普段ホテルレビューをしていまして、時々このようにエアライン関係の情報も発信しています。もしよろしければいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。はい、本日は JAL の最新鋭機 A350 に乗って沖縄に行くために、こちら大阪伊丹空港にやってきました。当日ね、ファーストクラスに空きがあった場合はプラス8000円でね乗れるということで、早速こちらファーストクラスのねチェックインカウンターの方にやってきました。こちらは専用ゲートになって、なんと専用のねセキュリティもあります。そしてそちらを通り抜けると、こちら JAL のラウンジの入り口ですね。左側は桜ラウンジとなりますが、こちら右側はね、こちらダイヤモンドプレミアラウンジの入り口となります。ファーストクラスの利用客はこちらのラウンジも使うことができます。さて、こちらのラウンジですけれどもね、桜ラウンジと違いまして、食事が簡単なものがあります。こちら JAL の特製焼きカレーパン、そしてウインナーコルネ、美味しそうですね。そして、練乳のいちごパン、そしておにぎり関係もありまして、パリパリしそひじき おむすびですね。そしてこちらは火薬ご飯のおむすびです。はい、ちょっとした軽食ですけれどもね、こちらは桜ラウンジにはないので嬉しいです。はい、そしてこちらはね、ジョージ・スチュワートの美味しい紅茶、こちらはね桜ラウンジにもあります。そしてはい、スナックがね、個別包装になっておりまして、ソフトサラダのものが入っています。奥の方はドリンクカウンターになりますね。はい、こちらはねコーンスープと味噌汁もありまして、こちらは桜ラウンジにはないものになります。詳しくはねまた別の動画や、備考欄にね載せておきますのでご覧ください。さて、搭乗の時間となりましたので、ボーディングブリッジで機内に入っていきたいと思います。はい、こちら機内の最前部2列12席が国内線のファーストクラスとなっております。カーバリの大型シェルの形をしておりますね。隣との仕切りもねきちっとあります。そしてこちらがねリクライニングのボタンですけども、分かりやすくね絵が描いてあってね、とても良かったです。カーバリのシートでヘッドホンなんかもついておりますね。とても大きいシートです。はい、また全席モニターがついておりまして、こちらファーストクラスのモニターは国内最大級の 15.6 インチのモニターがありました。こちらでね映画が2本ありました。邦画と洋画、しかもね新しいものがやっていてね、すごく沖縄まで楽しい時間を過ごすことができました。こちら後ろから見るとこのようなシェルの形をしています。とてもね大きなね、席でして、こちらシートピッチが134センチ、通常はね79センチなんで、いかに大きいかがわかるかと思います。そしてシート幅が51センチ、こちらね通常は41センチのシートが多いのでね、余裕がね本当にありますよね。はい、専用のスリッパなんかもついておりました。足を伸ばしてもねゆったりできるような大きさであります。お隣席と間にねグラスを置くようなトレーのスペースなんかもあります。はい、このような席でございますね。かなり大きいです。見た目にもねかなり高級感がある座席となっています。はい、足を伸ばしてもね余裕のねシートピッチですね。はい、こちらリクライニングのボタンもスムーズに動きました。そしてソニーのノイズキャンセリングのヘッドホンなんかも嬉しいですね。はい、機内食の時間となりました。ドリンクはね期間限定で京都宇治の玉露玉うさぎをいただきました。はい、こちらが本日の機内食となります。ちょっとねレベルの高さにびっくりしましたね。本当に国際線のビジネスクラスレベルの内容だと思います。国内線だとね ANA のプレミアクラスなんかと比較にならないぐらい、こちらのね JAL の食事が素晴らしいというふうに感じました。はい、こちら食事の方ちょっと説明していきたいと思います。こちらメインはビーフソテー、クリーミーデミグラソースとトマトヌイユ、ブロッコリー、パセリですね。そしてアピタイザーはほうれん草とベーコンのキッシュ、サーモンのエスカプシュ、そしてカブのムース、ピンチョスなんかが見えてきました。そしてパンとバターと本日のデザートですね。はい、デザートはしっとりチョコサブレでございました。
温かい料理をね、本当に機内で食べれるのは嬉しいですね。食事の後はこのようにデザートとコーヒーいただいて、こちらアラレミックスも頂戴しました。もちろんね、ファーストクラスということでお酒も充実しています。例えば、シャンパンのね、シャルル・コランピエール・ドーブリといいまして、1本1万円以上するようなものが入っていたり、日本酒もこだわってます。そしてね、芋焼酎のね、モリーゾーがサービスされるんですよね。そして赤ワイン、白ワインもこだわっています。詳しくは概要欄をご覧ください。もちろんね、ビールも各種ありますし、いろんなこだわりサワーとかね、ハイボールなんかもありますので、お楽しみいただけるのではないでしょうか。さて、あっという間に沖縄に到着しました。さて、本日もご視聴ありがとうございました。もしこの番組が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバイ。